たくさんの、ね、方が来てくれてとても嬉しいです。キャラクターのお友達に連絡します。あのね、10時から結婚式があるので、まだね、みんなで踊ろうなんだけど、今いるとちょっと早いみたいよ大丈夫？ちょっと早いよ、長いよ、10時まで大丈夫？平気？ちょっと早いみたい。もうちょっとお部屋に行ってさ、のんびりテレビでも見てきたらどう？はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。アニャニュー。あ、今日もみんなハッシュタグ、ハッシュタグはお願いしますね今日も予定通りで、入り口だけ皆さんごめんなさい、開けてあげてくださいね。キャラちゃんが通れるように開けてあげてください。で、先に言いますよ、キャラちゃん、写真はまだ撮んないですからね、絶対写真は。そう、昨日こっちが多かったじゃん。そう、こっち広げた。で、今ね、テレビでも見てきたらって言ったんだけど、なんか大丈夫って言ったんだけど、まあ、朝じゃあ予定通りオープニングから始めると思うんで、はい、もうこれから皆さんこのまま自然に始まりますけど、昨日はね、朝のキングと、はい、ちっちゃいおじさん、昨日オープニングやってくれましたけど、今日のオープニングもすごいですよ。昨日がほらキングとおっさんですから、今日のオープニングはチーム G がやります。チーム G が、はい、分かる人はもう分かる人は分かると思うのでじゃあちーちゃん、はい、まあ、今日も、はい、結婚式の話、そうですね、はい、お願いします。はい、お願いします。あ、皆さん改めましておはようございます。ありがとうございます。本日ほぼ無事なモンステージ担当させていただきます、 MC ちーちゃんこと大塚千鶴と申します。ちーちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、無事なモンステージキャラの集合写真も始まり、結婚式が10時から行われます。キャラコンですね、遠くの方からお嫁さんとお婿さん、ね、新郎新婦が来てくれました。素敵なドレスもね、後ろで今準備してます。髪の毛もしっかりドレスと合わせてアップしてあります。はい、来てくれました、宮先生です。ここにほらお腹にこんな偉い傷がついてるけど、これ何？今
万ぐらいだと思う。俺は全国を旅してきた時の傷なんだね。全国ってワールドワイドの話、それとも日本全国の話、どっち？それはどっちがいいだろうか。おい、こら旅してこいよ、ちゃんといい方にします。でも世界ワールドワイドの方がいいと思うんで、そっちに行こうと思います。どっちだ。俺はハワイにも行ったことあるし、フランスにも行ったことあるし、マジでいろいろ旅してるんだね。じゃあ世界でいいじゃん。それでもハワイとか行ってもこんな傷になんないよ。サメがいるだ。サメと戦ったの。すごいサメにパンチだな。パンチ、サメにパンチだな。あのちょっとあの質問なんですけど、あのアニッチはイタチのお兄さんでしょ。そうだね。なんで放浪に行ってたの。あの利根川でイタチと遊んでたら、はい、足がつってっちゃって川に落っこっちゃったんだね。どんだけ回るけ。そしたら東京湾まで流れ着いちゃったんだね。はい、そっから羽生に戻れなくてずっと旅してたんだね。あ、なるほど、分かっちゃったのね。黒潮になって、あれ、こら、はじゃねえよ。こら、そこやって、そこが企業の失敗の元なの。ちゃんと反応してね。わ、そうだね。いやー、皆さん楽しくなってきましたよ。ねえ、アニチ楽しいことになってきましたよ。どこにいるの、ほんで。弟さん、弟さん。イタッチはまだ寝てるで。マジで。もう、うん、もうオープニング始まるっていうか、もう始まってるのにイタッチ来てないの。イタッチはまだだね。そこんところの共鳴電話はあれだよね。あのリアルな感じだよね。今日は充電が消えちゃって電話つながらなかった。あ、そういう設定だよね。まだ同居してないんだね、久しぶりすぎて。なるほど、ぎこちないんだね、まだぎこちないんだね、よかった。いやでもね、アニチよかったね、昨日よりはあのお客さんすごくニコニコしてくれてるんだね。今日はまだ声が通るんだね。あー、いいですか。そろそろ時間がやってまいりました。楽しいお話はできましたか。いや、まだ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 でもこっちももう時間なんですよ。いいとこだと思うね。せっかくなのでせっかくなのでね、はい、今日 の、 あの見どころを、はい、やっぱりほら言っとかないと皆さんに。そうね、今日やっぱり結婚式かな。そう、今日はキャラコンがあります。そうなんです、皆さん今日この後結婚式をねやらさせてもらうんですけども、その結婚式終わった後に何がある？ハミコレ？そうなんよ。団体戦？違うの？ないの？あってる、あってる、あります、あります。今ねガタゴロが言ってくれたもんだから。違うの？昨日ね、あの進行するでしょ。さっきラジちゃん打ち合わせしたから。あ、だからでしょ。なんで息がぴったりだと思った。そうなんだよ。バッチリよりね。いやー、ハミコレ団体戦ですよ。でそこでアニチもうちょっとこっち来てよ。あれね、ガイドブックの、ね、宣伝もしたいんだけど。はい、しようしよう。ガイドブック、今ね私のお隣の綺麗なお姉さんが持ってるガイドブック、今年から新しくなりました。サイズも去年よりもうんと大きくなって、見開き B4 サイズとなりました。最高。もっと前に出る前にガイドブック持って。今ランウェイ行きますね。はい、そしてですね、今回ご購入されたお客様に豪華特典として今年のポスターをレジャーシートにしてしまいました。欲しい、欲しい、売り、それ欲しい、売り。非売品です。どこ行っても売ってませんので、ここでしか今日までしか買えません。ヘッドだね。はい、限定5000部ということで少ない。そうなんです、少ない、だから早い者勝ち。で昨日の時点で、はい、もうね半分ぐらいないんだ。あ、そうなん
て、ポーズは撮ってるんだけど、あのなんだ、特技のがバーって書いてあったページわかりますか？キャラクターの紹介ページ。そう、そこがね、またまたちょっと面白く変わって、そう。ね、キャラクターが、キャラクターを自分自身をアピールするっていうか、ね、そう。PR して自分たちでページをなんと作ってくれたんです。そうそう、これも作ったよ。作ってるでしょ。かわいかったよ、先生も。そう、小林先生もね、作ってありました。いろんな、もうここに今日来てるキャラクター全部に作ってもらったので、今回はとっても面白い内容の盛りだくさんな回でみんな個性が出てるね。なので今回ちょっと珍しいのも少し大きめなサイズにしてありますので、もし皆さん座る場所ないわどうしましょうっていう時、広げて今日早速使って美味しいご飯食べてもらえると。レジャーシート使ってイガマンチャーステージでさ、ね、そう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 、こうで、ね、そうだよ、美味しいもの食べながら、うちの MC をね、バックミュージックに、そう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 、うわー、いいね、ステージ見ながら美味しいもの食べてみてください。広げてこう、慣れないよ、何そのちょっとほんまにいいでしょ。はい、あとね、アニッチ、アニッチなんかね、やっぱりちょっと薄いって薄い、薄い、中身があんまり感じられないそれでもキャラメルにつけるんじゃないそれはね、そう、設定が今まだちょっとね、悩み中なところがあって、マジか、そう、本人が放浪から帰ってきたばかりなので、まだちょっと悩んでるの。どうしようかな、可愛く行こうかな、それともワイルドに行こうかな。そう、でもちょっと中途半端に今ちょっとなよーんとした感じになっちゃってるので、これからどう変化していくか皆さん楽しみに見せていただきたいと思います。みんな、みんなで育てよう。そうやね、あの、ありっちよ、途上だ、なんで言ったの、発展途上だ、あ、発展途上だね、発展途上だ、発展途上だ、ありっちだ、そうだね。あのアニッチがどういう方向にいたらいいか、皆さん、ハニュースに連絡ください。あのメールか電話いただけば、あの苦情もどしどし募集中なのでよろしくお願いするんで、すいません、まだかかりますか。すいません、そろそろ次の準備したいんですけども。じゃあ早速だから、アニちゃんもいらっしゃい。いやいや、もうね、これで俺が行くと長くなるから行かない。あ、そういうことね。アニッチまだ慣れてない。アニッチハニヤに言ってみ、テン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 テ